こんばんは。今はね、もう夜の0時なんですよ、0時。日付がちょうどさっき変わったところなんですけど、僕の YouTube 見てる方には、すごいもうお馴染みとなってる、この治安が終わってる地区を今、歩いてます。もうもう日本とアメリカの決勝の結果みんなもう知ってると思うけど、現地の様子をじゃあ、僕のチャンネルご覧ください。これからもチャンネル登録、そして、高評価してくれると嬉しいです。YouTube で収益は実は得てないんだけど、まあ動画の作りがいがあるんで、皆さんぜひ見てチャンネル登録お願いします。ではご覧ください。どうぞ。今日は WBC 決勝戦、アメリカ対日本ですね。昨日ちょっとメキシコ応援しまくってたほどじゃないけど、ちょっとメジャーリーグチャンネルとして、ちょっと今日はアメリカ応援しようかなと。アメリカ視点の日本人あんまりいないと思うからね。で、球場内この缶の持ち込み禁止なんで、今日も昨日のメキシコ戦という同様も一気に飲んじゃうと思います。じゃあ乾杯。ついに決勝始まりましたね。日本対アメリカですね。で、今セレモニーやってんだよ。あそこだ、あそこだ。見えますかね。日本とアメリカが今入場セレモニーやってるんですけど、俺は今このビール買おうとしてて、すげえ並んでて、大事なところには見えてないんですけど、ごめんなさい。ちょっとビール飲ませてください。じゃあ今日も初回始まりますね。アメリカムーキーベッツからですね。ムーキーベッツ、アメリカの1番がムーキーベッツ、1番ベッツ、2番トラウトの続きますね。 USA!終了して、今吉田正尚の見逃し三振、今ごめんあんま見てなかったんだけど、三振で、スリーアウト。1回の表裏、アメリカも日本も 両チームとも無得点です。2回表アメリカ戦で、2回表アメリカ戦で、また打ちましたな。アメリカがホームランで先制です。アメリカが2回表に先制しました。 USA! いやトレーターナーやばいね。トレーターナーめちゃくちゃ2回表、アメリカ先制。2回の裏に村上がソロホームラン、先頭バッター村上が。俺の周りのアメリカ人ももうどっちが勝っても面白いんで、もうごめん、今日の現地速報なんだけど、なんかアメリカ人のなんか一緒に見てるやつらビールめちゃめちゃおごってくれるんですよ。それなんで、なんかちょっとあんま試合見れてないんでごめんなさい。 Go USA! I love Japan though! What's happening?You fucking stupid. Shoot the button. Shoot the button. I don't want to say. Yoshida! Oppa! One more. Yoshida! Oppa! Hey, saying Yoshida, I love you in Japanese. Yoshida, I scaru. Yes. Say him. Yoshida! Yoshida! I scaru! I scaru! Yes! 3回の表、アメリカの攻撃、今 3-2 2アウトですね。ランナー自動スタートになって、バッターはフィリーズのカイル・シュワーバーです。レフトスタンド結構盛り上がってますね。今同点ですね、3回表。あ、同点じゃないか、日本が2-1、日本のリーズ。バッターシュワーバー、 Here we go! ファーボール。今ピッチャー集合があるんですけど、バッターが大チャンスホームランのトレイターナー、ツーアウトランナー一塁で、今日ホームランのトレイターナー。ピッチャー大勢ですね、大勢。ワンボールですから、ごめん、トモ。
ターが今3回の裏で大谷がバッターです。大谷が三振で吉田正尚がフォアボールで村上がゲッツー、村上がゲッツーでこの回3回裏を終わりました。 USA 今岡本のホームランボールが目の前に来ました。目の前、ごめん、今ビール飲んでて全然動画撮ってなかったんだけど、岡本のホームランボールが目の前に来ました。マジで俺今あの辺にいたからね。ど真ん中に岡本のホームランボールが。マジで今日の現地ハイライトはマジで酔っ払ってるんでごめんなさい、ちょっと全然撮れてないけど、バッターが源田ですね今。4回裏でバッター源田です。みんなもう応援が意味も分からず5回の表アメリカの攻撃、一番ムーキーベッツが今判定でセーフになって、バッターマイク・トラウトです。マイク・トラウト、アメリカは2点差がね、この回ちょっと何とかしないとアメリカきついよ。さあ、ツーボールマスターぐらいバッターキャプテンアメリカ、マイク・トラウト。フォアボール。フォアボール。カウント 3-2 です。よし、いいな。アイスカルー。よし、いいな。いやー、トラウト三振か。ワンアウト一塁でトラウトが倒れて三振で、バッターゴールドシュミット。さあ、高橋ツーアウトじゃない、ワンアウト、ツーボールツーストライク、バッターゴールドシュミット。いやー、三振か。トラウトとゴールドシュミットで2者連続三振。ヒットで2アウト中で、バッターが DH のカル・シュワーバーに回ります。でバッターがアメリカ代表、5番 DH カル・シュワーバー、フィラデルフィア・フィリーズ所属です。初球ストライク。いやー、いいボールだな。シュワーバーはね、今回の WBC 打率が1割6分7厘だからね、ちょっと調子悪いけど、ちょっとこのチャンス打ってほしいですよね。カエル・シュワーバーが3ボールからなぜか打って、3ボールから打ってショートフライ、いやバカだろ、マジもったいねえな。今これから6回を守ってアメリカの攻撃始まるんですけど、ピッチャーが伊藤大海に変わりました。日本ハムの伊藤大海でブルペンで、見えるかな、大谷翔平、大谷がブルペンで作り始めました。今6回裏で日本が3対1でリード、ブルペンなんだけど、今ダルビッシュとちょっと映ってたけど、大谷、ダルビッシュと大谷が今作り始めましたね。ダルビッシュが今投球練習始めた。ダルビッシュか大谷、どっちか投げんじゃないかな、この後。6回裏2アウト、カウント2ボール0ですね。で盗塁決めて、山田哲人盗塁決めて、バッターが源田ですね、源田。カウント3ボール1ストライク、バッター源田ですね。2アウトです。あー、フォアボールか。中村悠平、カウント3-1です、3-1。いやー、フォアボールか。これでフォアボールで、満塁でバッターが1番ヌートバーに回る。日本が大チャンスですね。 USA! USA!
USA! 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 今から7回表アメリカの攻撃始まりますね。ピッチャーは、大勢が今からマウンドやる。で7回の表今アメリカの攻撃3対1なんだけど、日本のブルペンはあの大谷が今準備してますね。大谷翔平が今なんかのウェイトボール、ちょっとあのメディシンボールみたいな投げて今準備して、もしかしたら大谷この後投げるのかな、8回投げるのかな。さっきねダルビッシュも準備してたんだよね。手前で誰か投げてた、手前で誰か投げてるのか分かんないんだけど、こっち側では大谷翔平が今準備してます。7回の表でランナー1人出てバッターがムーキーベッツ、アメリカノーアウト1塁でムーキーベッツ大胆で、バッターがムーキーベッツで今カウントが、ワンボールツーストライクですよ。ワンボールツーストライク、ランナー1塁、1塁ランナーマクニールです。マクニール、アウト、うわー、ベッツがヒッチシングル打って、ノーアウトランナー1塁でマイクトラウトです。USA! USA! 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 USA!もう主力が今から打席入るんで、アメリカこの回点取るのはちょっときついですね。2点差ですね、2点差。ゴールドシュミット初球空振り、2球目も空振り、いやショートのゲッツーか、ゲッツーっぽいな、いやゲッツーだ。ゴールドシュミットゲッツーで7回の表が終わってしまいました。日本よく抑えたね。これで今から7回の裏に入ります。7回の裏、カウント1ボール2ストライク、バッター吉田正尚ですね。ランナーは大谷翔平、カウント2ボール2ストライクでバッター吉田正尚ですね。ゲッツーですね。シフト取ってたからね、吉田シフト、記録はだからサードゴロになります。USA! USA! 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 USA!今から8回の表で、さっきまで準備してたダルビッシュが今から、ダルビッシュが今から、登板ですね。8回の表、日本ピッチャーダルビッシュに交代します。ピッチャーは今ダルビッシュが8回から投げてるんだけど、大谷が今からブルペン入りするから、ダルビッシュが8回投げて最後の9回大谷というパターンですね多分。ダルカウント変わらず2ボール2ストライク、1回シュワーバー、いやーファウルです。シュワーバーがなんか2ボール2ストライクからすげえホームラン級のファウルを連発した。さあもうファウルで粘って2ボール2ストライクですね。シュワーバー、バッターがツーアウトで、今ね JT リアルミュートが内野フライに倒れちゃったんで、セドリック・マリンズですね、バッターセドリック・マリンズ、オリオールズ所属でセドリック・マリンズがバッターですね。お、マリンズ打った、マリンズ、あーセンターだ、ヌートバーか。今8回の裏で、ワンアウトで、バッターさっきホームランだと岡本でした、岡本。ピッチャーがブルワーズのウィリアムスに変わってます。
大谷三振です。大谷じゃない、ごめんなさい、岡本三振で、ツーアウトランナーなしでバッターが山田哲で、今8回の裏ツーアウトなんだけど、日本代表今大谷がブルペン入ってるから、もう最終回多分大谷ですね。もうキャッチャー座らせて大谷が投げてます。フォアボール、山田哲人フォアボールで今ツーアウトランナー一塁でバッターが源田です。源田を盗塁した。あーセーフ。山田が本日2個目の盗塁成功です。盗塁決まってランナー二塁でバッター源田ですね。ワンボールツーストライク。日本ここで点入ればかなりでかいです。引き続き源田でツーボールツーストライク。サードゴールで、9回、最後アメリカの攻撃だと思います。で、日本のピッチャーが最終回大谷翔平登板ですね。最後大谷がマウンドに向かいます。で、最終回、大谷翔平登板ですね。あと3アウトで日本が世界一となります。で、ヌートバーがレフトにして、センターがなんか牧原のところで、ラスト9回の表アメリカの攻撃始まるんですね。で、バッターマクニールがですね、マクニールなんか代打のアロンソが出した方がいいような気がするけど、マクニールが先頭バッター、ピッチャー大谷です。ファウルでカウントスリーツー。マクニール、ジェフ・マクニール、ニューヨークメッツ、カウントスリーツーです。スリーツー。マクニールはファウルか、ヒットっぽかったか。カウントスリーツーですね。先頭バッター、ジェフ・マクニール。おー、ジェフ・マクニールよく見た。フォアボールで、マクニールフォアボールで来てる。先頭バッターのジェフ・マクニールがフォアボール出て、バッターが1番のムーキー・ベッツですね。外角に決まってるワンストライク。あ、ゲッツーボール、ゲッツーだ、ゲッツー、ゲッツー、ゲッツー。ゲッツー取って9回表ツーアウト、バッターマイク・トラウト、ロサンゼルス・エンゼルスのチームメイトマイク・トラウトと大谷翔平の対決ですね。キャプテンアメリカマイク・トラウト対、エンゼルス対決になりました。ラスト、
そんなわけで、日本の世界一、侍ジャパンの世界一ってことで WBC 終わりました。このマイアミマーリンズの本拠地ローンデポパークは今大会何回来たの、もう全部動画に出してるけど数えきれないぐらい今回楽しんだつもりです。 WBC 本当最高ですね。すごいいい試合毎日見させてもらいました。日本代表本当におめでとうございます。フロリダまた機会があれば来たいと思います。めちゃめちゃいい球場、めちゃめちゃ温かいフレンドたちでした。そんなわけで、他にも動画上げてるんで皆さんぜひ見てください。じゃあこの辺で日本の優勝でおしまいにしたいと思います。